アリススプリングスは、オーストラリアのノーザンテリトリーにある都市である。単にザ、ザアリスとも呼ばれる。2001年に実施された、オーストラリアの国勢調査によれば、人口は28,178人であり、北部巡州では、主婦のダーウィンに次ぎ、2番目に人口が多い。古くからこの地に居住してきたアボリジニのアレント族は、この地を、ムバーントゥアと呼んでいる。 町の名前の由来となった湧き水。当初は、スチュワートと名付けられ、オーストラリア大陸の奥地、いわゆる、アウトバックにおける、南北交通の拠点として建設された。スチュワートには、アウトバック最大の電信中継所が設けられ、これは、ロンドンからシドニーまでをつなぐ延大な電報網の、重要な基地であった。この電信中継所のすぐそばに、湧き水が見られた。 この湧き水は南オーストラリア州電信監督官であったチャールズ・トッドの妻アリストッドにちなんでアリス・スプリングスと名付けられた。電信中継所もアリス・スプリングスを名乗ったため次第にスチュアートよりもアリス・スプリングスが一般的な故障となっていった。1929年にアデレードからの鉄道がスチュアートに達し駅が 既存市街地の南部に設けられたため町自体も南側に移動した。この結果、電信中継所の周囲は公園として整備し、電信中継所の建物は博物館として保存したものの、市街地はアリススプリングスからは離れた。それでも、この名を町の名前として使う住民が多く、議論の末、1933年には正式にスチュアートは、 アリス・スプリングスに名称変更された。ただ、アデレードからアリス・スプリングスを通って、ダーウィンに至る道路は、現在も、スチュワート・ハイウェイと呼ばれている。また街の通りの一本にも、スチュワート・テラスと名前が残っている。なお、アリス・スプリングスには、EN、ディ l i g e n c y Museum of Aborigines and n リ r s e という、歴史に関する公営の博物館も設置されている。 南海基線のわずかに、南、オーストラリア大陸のほぼ中央に位置するため、海から8 0 0トル近く離れており、ダーウィンアデレードといった大都市からも、それぞれ1 4 3 1トル1 5 3 5トル離れており、地理的に隔絶されている。マクドネル山地の東側に形成された町で、市街地をトッド川が貫流している。 ウルルやカタジュタで知られるウルルイコールカタジュタ、国立公園への観光拠点として利用される。現在は、アデレードとダーウィンを結び、ザガン号が運転されている、大陸縦断鉄道の途中駅の一つである。しかし、大陸縦断鉄道が2004年に全通するまでは、この路線の北の終点であり、鉄道と自動車交通の接点であった。なお、 市街地中心部から南に14ほど行った場所にはアリススプリングス空港が設置されており、オーストラリア国内主要都市との空路が結ばれている。アリススプリングスの街並みアリススプリングスの主要産業は観光業である。アウトバック各地へ訪れる際の拠点として利用されるだけでなく、アリススプリングス自体にも多くの見どころがある。 ロイヤルフライングドクターサービスの基地や無線で授業を行うスクール・オブ・ジェアーの発信書なども置かれておりアウトバックの生活を支える重要な拠点でもある。またアメリカ合衆国とオーストラリアで保有しているパインギャップと呼ばれる軍事衛星の管理施設もある。テラスはイギリスなどで街路を意味する英語として使用される。画廊伝説スペシャルでは残り時間が ゾロ目の時決着がつくと、キムカファンが空を飛んでいく。2と、スペシャルで多少デザインが異なる。ブルーガイド海外版出版部、ブルーガイドパシフィカオーストラリア P168、実業の日本社1990年12月25日、発行 ISBN4 から408006017、クライメートスタティスティックスフォーオーストラリアン、ローケーションズ。 2014年5月12日閲覧。バケツを潰す、超マッチョなカンガルー。そいつの名はロジャー。ハフポスト。2018年12月15日閲覧。ありがとうございます。